思いっきり思いっきり行くしかないでしょ本当に。ただもう思いっきりこの青いマシンの懐飛び込んでいけるかどうかということになる。しかしそれは関係なく思いっきり飛び込んでくる横井の年、やはりザッカーは慣れていく、ね、さあいいところいい角度、まずは横井が返していく、そのままスーッと返していく、横井の走り悪くない、角度も勝っている。いやあの横井ところに入って最後まで走り切れればさあどっちになるか、今スタートしていく、まずは森田が広がいく、そして青いマシンがついている、近いところにいる、さあ近いところにいる、このまま近いところやばいぞ、大丈夫か、伸びてる、さあまずはちょっとはみ出たところ、そしてさらにずーんと寄ってったところ、いやこれは分かんないぞ。今シグナル赤3つ消えてスタート、さあ両者綺麗に動き出した、まずは赤いマシン上岡と色 180、 後ろから青いマシン横井正志のシルビアがどう来るか、 100R 飛び出し、いい角度で上をまくる、ギリギリ止まるな、うまくクリアしていく、それに対して横井が寄れていない、おいおいおい何やってんだ、壊れた、壊れたかもしれない、そういう状況下の中なんとか修理を終えて今スタート地点に来た、そしてスタートしてまいります、さあスタートしてった、加速はしていくかどうか、問題ない問題ない、さあついていくついていく、青いマシンの横井正史に対して赤いマシンの180、さあ上尾がすごいところにいる、さあ上尾がいる、いや認めてくれ、さあヤカールから近いところ、かなりヤカール近いところに上尾が来る、さあどうだ、今並んでそしてスタートしていく、さあどちらが勝ち上がるか、今ちょっとスタート遅れていくか、大丈夫か、セナーマサブは遅れていくか、いやいやいや、ここからここからスーッと寄ってった寄ってった、100R、 さあ近いところにいる、同じからアルマシンが飛び出てくる、また横井、そして後ろからセナーマサブ、この辺りまでは全く一緒、ちょっと中に入っていく、ちょっとぐらついたセナーマサブ、そしてそのまま寄ってはいく寄ってはいく、ちょっと中川もガリとセット、全く同じ、ここから車が今動き出した、さあ今度は横井が前、後ろから末田が正をどう来る、さあどう来る、 100R 飛び出しではどういう状況になる、どうだ、セット横井、横井選手いいですよ、悪くない、横井悪くない、それに対して末田が来た、回っちゃ回っちゃ、じゃあ当たっちゃったよ、やっぱり行き過ぎたか、いやーここ、赤3つ消えてスタート、さあまずは川端、そして後ろから横井正史、どう出てくる、川端が逃げる、川端が逃げる、さあ横井がそれでも打ってくる、回った飛び出した横井、さあそしてしっかりとしっかりとトレース、そうしっかりと取りながら川端だ、川端だ、今シグナル赤3つブラックアウト、さあスタートしていく、横井が行く、そして GR86 川端が、さあどう詰めてくるか、離れたか離れたか、今度は横井がギアゾーンを外した、そして返していく、しかし逃げていく逃げていく、入れない入れない、さあどうだ、ずっと寄っていくところは全く、そのまま横井逃げ切り、しかし横